こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では最近僕はですね、グローバルワークで買ったカーディガンがめちゃくちゃ良かったので皆さんにレビューをしてみたいなというふうに思っています。僕はですね、結構ユニクロだとか GU グローバルワーク、このあたりをですね、YouTube で解説することが多いんですが、まあグローバルワーク、その中でもユニクロ GU に比べるとちょっと価格帯は上がるんですが、その分ですね、トレンド感を程よくミックスしたスタイルが得意なので、まあ個人的にも大好きなブランドで、皆さんにもですね、おすすめしやすいかなと思ってるんですね。その中で今回僕がですね、これはなかなかいいなと思ったのが、まあ早速ご紹介したいなと思っているんですが、こちらのカーディガンですね。商品名はですね、抗菌カノコカーデというもので、値段は4950円。もちろん自腹で購入をしてきました。これがね、実際に着てみたところ、なかなか良かったんですよ。このようなカーディガンというのはですね、まあメンズの着こなしにおいては、もうベーシックかつ定番的なものになってるかなと思うんですね。そして春先なんかは特にですね、こういったアイテムって使いやすいんですね。後ほど実際にですね、コーディネート事例はたくさん出してきますので、まあそちらを見ていただきたいなと思うんですが、一着あれば前を締めて着てあげてもいいし、あとはもう T シャツとかそういったものの上にさらりと着るだけで様になってしまうので、すごく便利かなと思うんですね。ただこういったカーディガンって結構ベーシックなので、ちょっと見栄えとしてはあまりこうアクセント的な要素はなくて、ちょっと退屈に感じられる方も少なくないかなと思うんですね。ただこちらのカーディガンに関しては、やはりですね、良い点がいくつかあるんですけども、サイズ感なんかが本当にちょうどいいんですよね。まあカーディガンっていうと結構ですね、タイトに着ていた方少なくないかなと思うんですね。特に僕ら30代、40代世代はカーディガン持ってるけどもタイトに着ることが少なくないかなと思うんですが、こちらは最初からちょっとゆったりめのシルエットになっているのが一つのポイントです。そういったところもですね、今っぽさというところがうまく取り込んであるのと、あとはですね、表面の質感ですね。まあ、カノコ編みしているニットを使っているんですが、この凹凸感がね、なかなかいいんですよね。まあ、表面がサラッとしたものもいいんですが、中二厚、そんなに薄すぎず、厚すぎずにですね、使い勝手がいい厚みで、なおかつ表面にですね、凹凸感があることで、退屈に見えないというところ、ここがですね、一番のメリットかなと思ってます。まあ、カラー展開はですね、いくつかあるんですが、個人的にはですね、このネイビーですね。まあ、ネイビー最近あまり着ることが多くなかったんですよ。どちらかというと、濃い色だと、ネイビー、ブラック、ダークグレーだと、ブラックだとか、ダークグレーとかを選ぶことが多かったんですが、まあ、ようやく最近になってまたネイビー着たいなという気分になってきました。お洋服屋さんに行ってもネイビーが少なかった時期があったんですが、まあ、最近はやっぱりですね、まあ、定番的なネイビーが復調している兆しがあるので、まあ、この色味が春らしくていいかなと思います。ベーシックなカーディガンというと、様々なお店で取り扱いがあるんで、まあ、ユニクロとかでも買うことができるんですが、まあ、ユニクロのものに比べると、こういった生地の厚みだとか、カノコ編みで、なおかつシルエットが少しゆったりとしているところで、まあ、トレンド感がより強くなるんですね。このようなベーシックなアイテムだからこそ、ちょっとですね、トレンド感だとか、ちょっとしたアクセントがあった方が、着こなしは楽しみやすいかなと思うので、なかなかいい商品だったかなと思っています。今回はこちらを使いながら、春のコーディネートをですね、いろいろと着替えながら皆さんにお見せしたいなと思ってますので、ぜひこちらのカーディガンを活かすために、最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか?なかなかですね、ベーシックかつ定番的で使いやすいカーディガンになってるかなと思います。僕は身長164センチ53キロということで、まあ一般的な男性よりは小柄になるんですね。まあ通常サイズだと S なんですが、こちらのカーディガン、今回は S サイズを選びました。まあ見ていただいてもわかる通り、S サイズという適正サイズなんですが、少しゆとりがあるのがわかっていただけるかなと思いますね。身幅にもゆとりがありますし、着丈に関しては少し長めですね。お尻がすっぽりと隠れるぐらいの長さがあるので、特に大人世代がですね、体型をうまくカバーするには、すごくいいサイズバランスになってるかなと思ってます。ちなみにこういったカーディガンって結構似合う人と似合わない人がパキッと分かれるアイテムなんですね。というのも従来のカーディガンって結構タイトでなおかつ薄手のものが多かったという話先ほどもしたかなと思うんですね。まあそういったものは痩せ型から普通体型の方には似合いやすいんですが、一方でぽっちゃり体型の方だと
体のラインをそのまま拾ってしまうので、ムチムチした感じに見えてしまって、あんまり似合わないんですよね。あとはマッチョ体型の方にもそんなに似合わないんですが、こちらは中肉厚ですね。そんなに生地がですね、薄すぎないのと、あとは適度にゆとりがあるので、体のラインを拾いづらいというところ。そこがですね、すごく優れたところで、様々な年齢の方、体型の方にも似合いやすい作りになってるかなと思ってます。で、生地の質感もすごく良くて、先ほどお伝えしましたが、カノコ素材になってるんですね。表面に凹凸感がありまして、まあ、どれぐらい伝わるかちょっと微妙なところなんですが、ここが表情が単調にならないというところで、すごくバランスがいいかなと思いますね。で、カノコ素材というのは結構夏場に汗をかいても肌離れがいいんですね。その点も含めて使い勝手がいいのと、抗菌機能もついてるので、そういった機能面でもですね、安心感があるのがこちらのカーディガンかなというふうに思ってます。まあ、すごく使い勝手が良くて、一番最初のコーディネートとして皆さんにお見せしたいのは、まずはこういった T シャツですね。もう T シャツの上にさらりとカーディガンを着るというのが一番春にはですね、楽だし、いろんな男性に似合いやすいのでトライしていただきたいスタイルかなと思ってます。内側に着てるのはこれ手前味噌で申し訳ないんですが、僕が自前で作っているソーというブランドのプリント T シャツですね。まあ、今季新しい柄としてこちら発売したので、気になる方は下の概要欄からリンクをチェックしていただきたいなと思うんですが、こういったプリント T シャツの上にさらりとカーディガンを羽織るというのは結構ですね、着こなしとしては定番的でよくやるんですね。まあ、このようにですね、T シャツ単体だと結構ですね、カジュアルに見えるんですが、上に通常であればジャケットを着ることが多いんですね。ネイビーのジャケットを着たりすると、それまたバランスがいいんですが、まあ、ちょっと休日にジャケットは重たいよなっていう方は、ジャケットの代わりにカーディガンを羽織ってもらうと、適度に大人っぽさが出せるので、すごく便利かなと思いますね。まあ、こんな感じで、無地の T シャツで合わせてもいいですし、あとはプリント T シャツなんかで合わせても、すごくバランスがいいので、一つ T シャツとのコーディネートというところは、頭の片隅に置いていただきたいなと思ってます。そしてボトムスなんですが、これは僕の動画の中では散々お伝えしてますね。ブラック系のイージースラックスみたいなものが、まあ相性がいいかなと思いますね。ちなみにこのネイビーという色、少し青みがあるような濃い色、あとはブラックですね。濃い色の中でもシャキッとしてるもの、この色合わせは結構簡単で、皆さんにもトライしやすいかなと思うので、ネイビーのカーディガンクロスラックスというところは、ぜひお試しいただければなと思っています。まあ、今回はですね、僕のブランドの試作品なんですが、こちらを履いています。これはユニコのスマートアンクルパンツだとか、グローバルワークのアーバンスラックスとかで全然十分かなと思うので、そういったもので代用していただければなと思ってます。で、靴に関しては、まあ、これは今回ニューバランスのグレー系のスニーカーを履いていますが、もう一足用意してあります、こういった白毛のレザースニーカーですね。こういったものでも全く問題なく合わせられますので、皆さんのお手持ちのスニーカーとぜひコーディネート楽しんでいただければなと思っております。まあ、こんな形でベースまず一つはできましたが、他にもね、いろんな着こなしができるので、ちょっとこの前から始めました、着替えながら動画を撮るというものもやってみたいと思います。はい、じゃあ何を変えていこうかな。まずはこの T シャツを変えましょうか。いつも通りちょっと T シャツを脱ぎながらね、やってみましょう。はい。まあ、相変わらずね、このシーク一枚姿っていうのは僕のね、一番のベースになってくるわけなんですが、この状態を皆さんに晒しつつですね、動画を届けていきたいなと思います。あとね、こういった、まあ、根気的なこう、ボーダー系のですね、カットソーとも相性がいいんですね。ちょっと着てみたいと思います。はい。まあ、ちょっとね、こういったボーダー系のカットソーって、ボートネックになっていて、この首の先端の部分が見えやすいっていうのがあるので、まあ、下に白 T を着てもらうとか、あとは白のバンドカラーシャツを着てもらうと、まあ、よりですね、この首元の空きっていうところは、抑えられるのでいいかなと思うんですが、ちょっと髪型が崩れましてね。はい、こんな感じで着てもらって、このままでもいいんだけども、どうしてもちょっとカジュアルですよね。こういったボーダーのカットソーに黒のスラックス。まあ悪くはないんだけども、この上にこちらの、カーディガンを着てもらうと、まあバランスがいいんですね。これもね、よくやるコーディネートですね。どうでしょうか？まあ見た感じがしますよね。これまでにこう見たことがあるような着こなしは完成するかなと思います。内側に着てるのもこれ今季のグローバルワークのですね、ボーダーカットソーなんですが、こんな形でコーディネートを作ってもらうのもすごくいいんじゃないかなと思いますね。もちろんこれはジャケットでもいいんですが、カーディガンの方がよりですね、カジュアルで気軽な感じがするので、このスタイリングもなかなかいいんじゃないでしょうか。もう本当にね、メンズの定番的なコーディネートになります。まあ、ちょっとですね、腕をまくってあげて、
春らしい感じを出してあげるのもいいと思いますね。ちゃんと袖をですね、普通に着るのと腕を隠し上げるのでは全然見え方が変わってくるんですね。僕はこういうような男らしいですね、腕を隠し上げて時計だとかバングルを見せてあげるような着こなしも好きなので、こういったスタイリングもですね、ぜひ皆さんしていただきたいなと思います。はい、あとはどんな着こなしができるかな。ボトムス変えてもいいですよね。例えば、じゃあ下変えてみましょうか。いつものブラックのスラックスだけじゃちょっと飽きてしまうので、着替えてみたいと思いますね。下はですね、皆さん安心してください。履いてますよ。スパッツを。これを履いておけばね、気軽に、お着替えができますので、これを履いてるわけなんですが、はい、じゃあどうしようかな。次はね、こういったオリーブ系のパンツですね。いわゆるカーゴパンツとかワークパンツみたいなもの。こういったものともね、結構相性がいいんですね。というのもカーディガンっていうのは、まあ、ジャケットほどではないけど、綺麗さのあるアイテムなので、まあ、こういったものに対してカジュアルな、ちょっとこういったオリーブ系の軍パンっぽいもの。こういったものもね、結構ハマりが良かったりするので、巻いてみたいと思います。これは、あと秋冬で購入したユニクロ U のものですね。ちょっとワイド感があるような、ちょっとワーク調のですね、ディティールになっているパンツなんですけども、こちらを履いてみましょうか。今度こういった、ちょっとワーク調のパンツには、白レザースニーカーのような、ちょっと綺麗めなものが相性がいいので、こちらを履いてみたいと思います。どうでしょうか？はい。こんな感じもいいっすよね。なかなかこういったちょっとアメカジライクな着こなしもいいんじゃないかなと思いますね。これジャケットでも合いそうなんですが、上半身は適度に緩さがあって、ボトムスもね、少し緩さはあるんですが、こういったちょっとなんかリラックス感のある着こなしもリアリティがあっていいんじゃないかなと思いますね。結構ネイビーとオリーブだとか、こういった色って相性が良かったりするので、まあぜひ皆さんにもね、お試しいただきたいですね。はい、こんな着こなしができたりだとか、あとは下、デニムにしてもいいかもしれないですね。ブルーデニムにして、ブルー一色のグラデーションするのもいいかなと思うので、様々なコーディネートが考えられるかなと思いますね。じゃあ次はですね、上のボーダーのカットソーを変えてみましょうか。どうしようかな。今度は、横のボーダーからですね、縦のストライプに変えてみたいと思います。じゃあちょっとボーダーから、こういったストライプに変えてみましょうかね。まあね、このようなストライプシャツとも結構相性が良くて、特にね、こういったバンドカラーの襟元がスッキリとしたものを合わせてもらうと、重ね着もしやすいんですよね。まあ、こんな形でちょっとシャツを着てみまして、まあ、下はね、いろんなものがあるんですが、このままのパンツでもいいけども、ちょっとね、爽やかに振ってみるのもいいかなと思うんで、下も脱いじゃいましょうか。はい。じゃ下はね、今回はですね、ちょっと春らしいような色合いに変えたいので、これはですね、ちょっとここに置かせてもらいまして、白のデニムですね。これはね、グリーンレベルで今季購入したものなんですけども、なかなかね、使い勝手が良くて、皆さんにもお勧めしたいなと思うんですが、こういったパンツですね。ちょっとこうサイズ感としては、ややゆったりめのものを選んでいます。まあ、ビタビタに細いものも悪くはないです。特に40代、50代の大人の男性だったら、結構細身の白デニムもいいかなと思うんですが、僕はギリギリ30代後半というところで、僕ら世代になるとちょっとこうゆとりのあるような今っぽいシルエットもいいんじゃないかなとは思います。で、これに白スニーカーだとちょっと、ノンスタイルの石田さん感が強くなるので、ちょっとね、こういったグレーのニューバランスのスニーカーの方が相性がいいんじゃないかなと思うので、こちらを履いてみたいと思います。はい、まあ、このスタイルはね、前回というかこの前もね、ちょっとお見せしたので、ちょっと既視感があるというか見たことがあるなっていう方もいらっしゃるかなと思うんですが、これでベースを作ったら、ここに対して、ネイビーのカーディガンですね。はい、ちょっと息が上がってきましたけども、はい、カーディガンを着るっていうスタイル。どうでしょうか？あ、これもね、もう定番的でいいんじゃないでしょうか。はい、シャツとの組み合わせですね。はい。どうでしょうか？これもね、ちょっと春らしい爽やかさがあるので、個人的には好きですね。まあ、前をですね、閉じてあげるのもいいんですよ。こんな形で閉じてあげて着るのもいいんですが、僕はね、着るときにはなんか前閉じるよりは、まあ開けてさらりと着るぐらいの方がいいですね。うん。こんな具合で、あ、一つコーディネート完成しましたね。はい。爽やかな今年らしいコーディネートができるので、白パンとネイビーのこういったカーディガン、
白とネイビーっていうのはもう永遠の定番的な色合わせなので、これまたハマりがいいんですよね。ぜひこういった色使いも意識しながら、カーディガン、ほんと様々な着こなしに合うかなと思うので、トライをしていただきたいなと思ってます。無地の T シャツにも合いますし、あとはプリント T シャツにも合います。先ほどご紹介したような、あとはボーダー系のカットソーから、ボーダーから縦のストライプのシャツまで、様々な着こなしに合いますね。あとはこういったシャツもですね、こういった柄ではなくて、白無地とかにも合いますので、白無地のシャツの上にカーディガンを着て、下ブルーデニムなんかも相性がいいかなと思うので、ぜひ手持ちのアイテムと合わせながらですね、着こなしをお楽しみいただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では僕が最近グローバルワークで購入をしました抗菌カノコカーデをですね、皆さんにご紹介させていただきました。まあなかなか良かったと思うんですよね。まあこういったベーシックで定番的なアイテム、僕ら30代後半から40代以降の男性であればマストアイテムだと思うんですね。まあこういったものを1枚あると本当にですね、春だとか秋、まあ夏なんかもなんだかんだで冷房がガンガン強い時なんかは1枚ですね、バッグの中にあったりするとすごく便利なんですね。ですのでぜひ皆さんもこちらチェックをしていただきたいなと思ってます。まあ定番的なアイテムであっても、やはり今のトレンドに合わせながら、サイズ感だとか素材感だとか色味、こういったところにですね、その年ならではのですね、特徴というものが備えられているので、まあすでにですね、カーディガンをお持ちだという方も、ぜひこの機会にですね、新しいカーディガンをお店で試着してみるところから始めてみることをお勧めしたいなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またこちらのチャンネルとは別に、僕は YouTube のメンバーシップチャンネルというものを持っています。そちらの方ではですね、ユニクロ GU グローバルワーク以外のですね、セレクトショップのオリジナルですとか、あとはドメスティックブランドのアイテムですとか、初級者から中級者へステップアップするための動画をどんどん出していますので、気になる方は動画の下の概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。